スタートボタンをクリックします。設定をクリックします。パーソナル設定をクリックします。背景の画像を変更します。背景を単色に設定できます。 お好みの画像を背景に使用できます。参照をクリックしますパソコンやドロップボックスなどから画像を選択します自動でメニューのカラーも変更されます色をクリックします 背景から自動的にアクセントカラーが選ばれています。ロック画面をクリックします。ロック画面の背景画像を変更できます。スクリーンタイムアウト設定をクリックします。ここでは、自動で電源を切る、スリープするなどの設定を行います。 Windows 10を自分流にカスタマイズしていきましょう。